はい、ということでここボーナストラックです。このあと本当さっき話してた焼き鳥サンバにご飯食べに行こうかなと思ったら、やっぱ人気店だからいっぱいで、いっぱいみたいです、ね、ちょっと空いたら電話しますみたいに言ってもらったんで、ちょっと30分ぐらい待ってみようかなと、うん、これ俺電話かかってきたら取りますね。はい、うん、だからそのそうで映画見に行ったんですよ、そういえば。あ、行ってますよね。そう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 、うん、結構歩いて木野シネマっていうとこがあって、福岡、うん、で歩いて行ける距離だったんで、うんうん、そこで、1個はブライアン・ウィルソン の, あのビーチボーイズ の,、うん、のドキュメンタリーと、あとはその、ポール・トーマス・アンダーソンという監督のリコリス・ピザっていう映画を2本見たんですけど、うんうん、ブライアン・ウィルソンの方は、何年か前に、それはドキュメンタリーだったんですけど、何年か前のやつはちゃんと役者さんがやって、うーん、ビーチボーイズの頃 の若い時のブライアン・ウィルソンと、はい、もう時間が経って、結構ね、ちょっとやばい、精神科医っていうか薬剤師じゃない、精神科医かな、はいはい、に捕まって、うん、結構ちょっと監禁されたりしてた時期があるんですよ。あ、そう、あ、なんか監禁っていうか、もう家から出さないとか、なんかすごいコントロールされてた時期がちょっとあって、うんうんうん、まあ、その2つの時期を同時に描いてるという映画があって、その なんていう、ラブマーシーじゃん、なんかそんな映画、それもめっちゃ良かったんですけど、うん、はい、今回のドキュメンタリーで、うん、このブライアン・ウィルソンに近しい、はい、元ローリングストーン誌かなんかで働いたインタビュアーの方が、うん、車で、うん、横にブライアン・ウィルソン助手席に乗ってもらって、はい、いろんなビーチボーイズの曲とか聴いて、あの頃どうなったなみたいな話を聞くって言って、途中でまあご飯食べに行ったりして、はい、で例えば途中でビーチボーイズのブライアン・ウィルソンってお兄ちゃんなのかな、兄弟、うん、3兄弟で、うん、でその弟の話とかなって、はい、まあ亡くなってるんやけど、そのじゃあ弟の家にちょっと行ってみようよつって、この近くやったよねとか言って、で行くんやけど、ブライアン・ウィルソンは車が降りれないみたいな、まだ行けないみたいな、とかなんかそういうこうリアルな感じがあったんやけど、はい、でもそのビーチボーイズのその例えばと昔そのスマイルというアルバムを作ろうとして頓挫したりとかいうのを伝え聞いてたり、うん、まあ、そういう映画とかで見たりして、本人がそのことについて喋ってるみたいなのは俺あんまり知らなかった、見たことなかったよね、多分あんまりなかったんだと思うけど、はい、でも今回の映画はそういうその本人があの時こうだったこうだったみたいなのを結構しっかり喋ってくれる映画で、なんかすごい良かったし、やっぱ音楽もその映画館で大きい音でビーチボーイズ聴いたりとかすごい良かったし、なんか良かったっすね、うんうん、そっか、一時期そういう精神状態になるんですよね、こう精神状態というか、まあ、うん、うん、そうなってるね、うん、今もやっぱ、でも今はもう回復多分してるけど、でも、うん、やっぱめっちゃ繊細っていうか不安定な感じはしたよ、やっぱり、うん、誰でも多分誰でもこういうインタビューできる感じじゃないですか、友達だから、うん、心許してるって感じだったけど、やっぱすごいその亡くなったその弟の話とかするときもやっぱちょっと泣いたりしてたし、うん、なんかやっぱでもめっちゃピュアな感じ、なんかダニエル・ジョンストンとかが浮かんだもん、やっぱ音楽で自分が救われてきたみたいな感じの、うん、ダニエル・ジョンストンほどその、うん、ちょっとやばい、なんてやばいじゃないな、なんかちょっとこう、わかりそう、うん、生きづらそう、うん、そこまでは多分ないと思うけど、うん、でもやっぱり近い感じしたよね、うん、あるんでしょうね、やっぱこう、その、なんていうんですか、うん、まあ、その生きづらさとか、うんうん、そういうのとトレードオフ、なんか、で、こう、その分、うん、なんていうんですかね、こう曲、うん、才能
があるとか、うん、曲に対してこう何かを込めれるみたいなのと、うん、こう裏表紙一重というか、うん、そういう部分もあるんでしょうね。なんかまあ全員が全員そうじゃないですよね。あるよね、うんうん、そんな重苦しい映画ではなかったんです。全然重くない、うん、あのそうそうそう、ただまあ感じそうだなんだなんだなと思って、うん、制作現場とかもあるんですか。制作レコーディングのとこもある。おお、うん、なんかカバーアルバムかなんかを作るとか言って、うん、でそのスタジオに入っててピアノバーンって来たの、うん、違う違うみたいな僕やってみるからってバーンってやって、うん、みたいなのとかあったけど、制作現場見れるのって結構面白いですよね。うんうんうん、うん、まあ音楽ドキュメンタリーはそこも醍醐味の一つかな。そうやね、うん、でもなんか普通にそのレストランに多分馴染みのいつも行ってるレストランなんかな、はい、に入ってご飯食べるシーンとかもあって、うん、パフェとか食べたりしてなんかかわいい、うんうん、ほんとなんかうん、やっぱありきたりやけどやっぱ子供みたいみたいな、なるほどって思ったよね。無邪気、無邪気っていうかなんていうんやろう、うん、うーん、多分めちゃくちゃ苦労してきてる人なんよ、うん、お父さんからの束縛とか、束縛っていうかなんかやっぱあったし、虐待、まあお父さん結構圧がすごい人だったみたいなね、口もめちゃくちゃ言ってくるし、うん、暴力も振るしみたいな。でもそこから自立してそのやとかやっぱそのキャリアを積んでいく中でもいっぱい苦労してんだなって感じだったけど、うん、うん、でもなんかピュア、めちゃくちゃピュアみたいな感じがした。いい映画ですね。うん、だからやっぱあれ見てそのこう気持ちが楽になった人とかいるんだなと思ったよね。でしょうね。なんかそういう、うん、こう自分だけじゃないんだみたいな。うん、で僕その日あの髪型を分け目をちょっと、はい、こう七三っぽくこうしてたんですよ、うん、はい、お風呂上がりで、で青いあのシャツ着て行ったら、うん、ブライアン・ウィルソンが同じ感じで俺ガチのファンやと思われるみたいな。めっちゃ恥ずかしいよそういうことにもなりましたね。あ、そうか、コスプレをしてきたんじゃないかじゃないかみたいな感じになってた違いますと。違います、うん、コバルトボーイのボーイズドントブルー。あともう一個リコリスピザっていう映画があって、それは周り あの小西先生とか映画好きな人がすごいいいって言ってて、はい、もちろ なんかあの SNS でもよかったみたいなよく見てて、うん、が結構ロングランなんかな、でまだやってて、なんかあれよね、主題歌っていうかテーマソングデビッドボーイかかるのかね。 あそうだっけ、忘れた。ライフオンマンス、まあ、あだったかも。でその主人公の女性が、はい、ハイムっていうあのあハイム、うん、ハイムの、うん、あの3姉妹の1人で、でその他の2人も兄弟も出てくるし、うん、あのご両親役も本物のご両親やったりするんやしてたりすごいロッキーみたいな、ロッキーマンみたいな。まあそれも、うん、まあそれはちょいネタやけど、うん、なんかすごい、まあ、何でもない青春映画やったけどそれも良かった、うん。リコリスピザ、リコリスピザっていう、うん、ピザなんですか。ピザじゃない、うん、どういうことかわからん。どういうことかわからん、分からん。ああ、なんか出てくるわけでもない。ピザ出てこない。おー、ああそうね、そこ考えてなかったけどなんでだろうか、よかったよ、うん、すごいなんかやっぱ、うん、で平日に行ったのでお客さんもすごい少なくて、うん、あ映画館いいなと思いましたね。あ、じゃあ2本ぶっ続けてみたんですか。同じ日じゃないけど、うん、日月ぐらいで見た。あ、うん、2本ぶっ続けてみたらさすこう、うん、体なんか痛くなったりとかしないですか。いや、日を分けて聞いて聞いて話を聞いてないよ。いや、もし仮にですよ、仮にその
いや、2本ぶっ続けとかあります？見たりとかって。子供の頃はあるよ、2本立てとかあったから。ね、うん、普通に、うん。え、ジブリとかそんなのなかったっけ？あ、そっか、そうですね。そう。あー、ホタルの墓とトトロはさ、やけど、うん、その頃の話？あ、その頃か。でも。いや、子供の頃ってだって、座席指定じゃなかったし、俺らの子供の頃って。あ、そうやね。でさ、その別に出なくてよかったんや。うん。あー、そうなんだ。けん、その、うん、だっけ途中から例えば入って、はい、見てその次の始まってその見てないところまで見るとか全然あったよ確か、うん、へえ、うん、そうなんですね。あとやっぱそう今思うと当時の映画って子供の時その、うん、普通に座席が空いてなかったら階段とか段に座ったり後ろでこう見たり、めちゃくちゃ人多かったから。そうそうやったね、映画感じたよね。確かに。あと椅子とか座ってるやつ、椅子じゃない、この階段とか、うんうん、あのいましたね。そうだけど、本当物心つく前とかは普通に母親が、うん、まあ、抱っこだかなんかしながら見たとか言ってる、うん、映画。そんなちっちゃい時から。ちっちゃいと、まあ、見たってか親が釣る覚えてる別に、ね、なるほどね。だから本当今みたいにこうきっちりしてなかったんだろう、うん、うん、映画館好きっすね。あ、ライブハウスとかやるの好きもう僕本当にもう、いまだにライブハウスはどこにいたらいいか分かんないんですよね。あ、居場所が座席指定してもらって本当に気が楽っすね。はいはいはい、なるほど。もうソファってかもうどこにおったらいいんやろって未だに思う。ああ、うん、だって別に席があるわけじゃないっすもんね。なん大体まあね、うん、その稀にありますけどそのテーブルがあって椅子があって、うんうん、そこに座ってこうなんかお酒飲んだり食事をしながらライブを見るとかじゃないですもんね、あんまり。うん、そうそう、いわゆるライブハウス。いわゆるライブハウス。で逆にさ、キースフラッグとか クラブみたいなとこは、うん、はそれはない、もう真っ暗だし、うん、あとさ、一定方向見てなくていいじゃん、別に。ああ、ですね。そう、ステージを見てなきゃ、うん、の方向見てるとかじゃない、別に。まあ DJ の人とかおるけど、うん、まあ、適当に、うん、壁にボケっとしと、もう真っ暗だし。はいはいはい、だけど、もうクラブの方がまだなんか、うん、こう自由度が高い、高いんやけど、やっぱライブハウスは好きなんやけど、いま、うん、だに慣れないですね。過ごし方がね、うん。ソファーとかあったらまた別なんでしょうけどね。そうね。でもソファーはソファーで絶対さ慣れてる人は座ってるじゃん。あ、難しいよね。俺いまだにバーカン座るのもむずいしな。あのバーカンってどうやって座れるんやろって毎回思う。ああ。それ分かるな。なんかだらだら話す人がおったらいいんやろね。うん、うん、さりげなくバーカン座るじゃん、座ってる人って。そうそう、うん、ライブハウスのバーカンマジでどうやって座るんと思うああ、それなんか僕が一人でバーとか行って、うん、行ったことないんですけど、うん、なぜ行かないかって言ったらどうやってカウンターに座るんだろうって。あー、バーとかね。まあ、だからもしかしたら同じなのかなと思ったんですけど、ね、うん、だからでもちょっとライブハウスだからかな、意識してし、なんかあるのかな。うん、ちょっと飲食店は全く何にもないんですよ。ないですか、うん、ラーメンは普通にラーメン、そう、何もないですよね。もうどう、まあラーメンは別にその大将と会話しないならしなくてもいいですからね。まあね、うん、そう。でもバーとかそのライブハウスのバーカンとかってなんか会話をしなきゃいけないような気になってしまう。あとやっぱ常連感が強いってか。ああ、ですね。お久しぶり、よう、最近どうみたいな。本当にそんなことをするそうのかっていう、ね、だからそのなおさら普通の生き慣れてない人は結構むずいんじゃないかとか、うん、思うけど。映画館が好きってことです。映画館ほんと楽ですね。うん、あの CM 怖くないですか。あの撮影は違法ですみたいな。ディ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 
あのビデオカメラが顔になってる、うん、映画泥棒、映画泥棒、怖くないよ、怖くないですか、お始まるわって感じになる、あなんかちょっと怖い、あそういうのあるかも、ね、気持ち怖いですね、なんか人は言わないけど怖いシリーズあるよね、うん、他になんかないですか、今言ったものの、言ったものの人が人に言わないけど怖いものシリーズ、怖いシリーズなんかな、 あるよ多分、あジャロの CM とかですね、ジャロ、ジャロとか昔の AC とかの CM で、あー AC とかちょっと怖いのあるよね、うん、あの学校の先生があの子供たちに自由に心に思ったものを書いていいよって言ってお絵描きをさせるんですけど、うん、男の子一人だけ、うん、黒いクレヨンで髪をひたすら黒く塗るんですよ、うん、で先生もびっくりして、うん、であの家庭訪問とかで、うん、あのお宅の誠くんがずっと黒いクレヨンで黒いの塗ってるんですよって言ってる、自分の部屋でももうずっとひたすら黒いクレヨンで色を塗りまくってて、うん、病院に連れてくんですけど、うん、病院の先生がカウンセリングでなのどんなことを思ってるのかなって聞いても、うん、無視してずっと黒い絵をずっと黒く塗りつぶし、うん、続けるんですけど、うん、そこまでだったらすごく怖いんですよ、うん、で看護婦さんが途中で気づくんですよ、これもしかしたら、うん、あのなんですか、その子が病気になって黒く塗ってるんじゃなくて、うん、大きな何かの一部なんじゃないかって、うんうんうん、でそれに気づいて、うん、もう体育館を借り切って、うん、その黒い絵をずっと並べていくと、うん、大きなクジラの絵になったんですよ。おー素敵、おーなんかいるんですか、うん、素敵やん、だから本当に心に思ったのがもうめちゃくちゃでかかったクジラをずっと描いて、その子は描いてたんですけど、うん、周りからしたらちょっとこの子大丈夫かねみたいな、うん、そうですね、うん、でも実は子供の想像力はすごいでかいんですよみたいな、あなるほど、途中まではめっちゃ怖い、うんうん、っていうお話ですね。ストレンジャーシングスだったらホーキンスの裏の世界の地図だったんやけどね、世界の裏の地図、うん、裏の世界の地図だった、裏の世界、うん、表の地図じゃなくて、見 て, 見てないんだな、見てないストレンジャーシングスの話したい、盛り上げられないからそれは裏ウィルがずっと書いてたんや、うん、なんかさっき怖い話してませんでしたっけ、なんか誰が、あのコマーシャルのやつね、うん、YouTube に出てきた、はい、ああ、うん、なんかお父さん言ってますよね、あれこの広告表示で、うん、あの上げると、うん、ものすごいお金がかかっちゃうんでしょ、ですね、さっき俺が話したような個人的な映像みたいなのを、うん、払わないか、うん、っていうことになるのかなと思うんだけど、あのさっきちょっと話したあの、うん、名の浜から西陣、西陣この名の浜、それラップでなくてじゃないじゃない、でもなくっぽい感じになっちゃいますけど、そういう、そう、そういうそのエンタメ要素ではなくない、ただ愚痴ってる、ただ犬の映像で、映像は犬が流れて、映像は犬が流れてどっかの路地で、うん、犬がうろうろしてる、まあ、要はあの遠くの方に注文行かされるのが嫌だと、まあ多分ウーバーイーツ的なやつなのか、なんか配達みたいな、飲食かなんか、うん、でまあ、今言ったみたいに名の浜から西陣、西陣から名の浜とかの注文が、うんうん、遠くまで行かせやがって、遠くまで行かせやがってっていうのだけが流れる、文字情報とかもなし、なし、なしやったと思う、あったら、あったら俺それ多分キャッチしてると思う、それで調べようと思う、そんなことできるんや、映像自体は綺麗なんですか、普通のホームなんか怖い感じの映像とかでもなくて、ただただなんかただ本当に撮ってるだけで、今犬がいるからちょっと可愛くも見えるんだけど、あれ何だったんだろうな、それが YouTube の広告で急に出てきた、出てきたと、検索のしようがなくて逆に怖くて、いやなんか あれねってなるかなってちょっと思ったんやけど、話していや見たことない、見たことないですね、うん、最近富江っていうあるじゃん漫画、うん、富江買って、うん、あのその伊藤潤二さんの漫画、なんか俺やっぱだんだんホラーが好きになってるよね、ほんと、うん、ここ2、3年ぐらいでホラー、俺結構好きな、うん、実はちゃんと読んだことないんですけど、そうで、うん、そう伊藤潤二さん読んだことなくて、うん、最初その傑作選みたいなやつ買って、うんうん、面白いと思って
でやっぱ富江が代表作みたいな、だから富江買ったんですけど、はい、上巻下巻あってまだ下巻読んでないんですけど、うん、上巻読んで、でもそんな怖くないよ、まあ、もう J ホラーとして消費尽くされた感じの、あ、割とその最初のやつだなみたいな、やけどやっぱさ、その後寝たら悪夢見るよ、あ、なんかこの新しい部屋と同じ間取りなんやけど、うん、平屋の古い日本家屋になってて、うん、であっちにお風呂あるんやけど、はい、お風呂もなんかその昔の風呂でいい、あ、バランスかなみたいな、そう、風呂になってて、でお風呂に入ってたら耳元で女の人がめっちゃ話しかけてくるんやっていう夢を見て、うん、怖かった、自分の夢が怖かった本当に間取り一緒なんや。でも内装だけが本当に日本家屋になってて、怖い、めっちゃ怖かった。僕も、お、こないだ来ましたよ、サンバからかかってきたから、電話出ます、ね、すぐ行きます。はい、どうも、秋元です。3分で行きます。はい、どうも、はい、はい、僕、3人で、ここから2、3分ぐらいのところにいるんですけど、うん、何分後ぐらいに行ったら、なんか、ご迷惑ならないですかね。あ、わかりました。で、それいただいたらすぐに参りますんで。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。あれ？まだ？多分もうすぐ変えられるっていう、あ、分かった、あの計算になりましたっていうところで、ああ、じゃあもうそうですね。でもやっぱなんかこう、バタバタしちゃうかな。僕ら、今からご飯食べに行きますので、ボーナストラック。こちら多分あの別であげますよ。ああ、別であの最初本編あげた後に、はい、あの、2日後ぐらいにボーナストラック追加であげる感じでしょうか。なので皆さん、うん、こちらも楽しんでる、あなた、マニアだねということでした。はい。ありがとうございました。よいしょ。おやすみなさい。ご飯食べに行きます。はい。